C、ユナイテッドコーヒー館コーヒー館茨城南店、コーヒー館は C ユナイテッド株式会社が運営する日本の喫茶店チェーンである。フルサービス業態では米田に次ぐ第2位の店舗数を有している。米田のように自社工場でコーヒーを抽出するのではなく、各店舗で一杯ずつコーヒーを入れ、品質の高いコーヒーを提供することで定評がある。 高品質のコーヒー豆を使用できているという強みも有する。コーヒー財ン等を使用しており、品質の安定性も確保している。また、ホットケーキやナポリタン、カレーなど、食事メニューについても他のコーヒーチェーンと比べて、本格的な内容となっている。特にホットケーキは、銅板で焼いており、本格的な仕上がりとなっている。また従業員の教育にも力を入れているようで、 コーヒーサイフォンやドリップ式でコーヒーを提供している。特に首都圏を中心として、全国の主要都市に240店を展開している。1970年4月10日に、真鍋邦夫が直営1号店となる仙台前本店を創業し、1972年6月に法人を設立。1991年4月に、真鍋株式会社へと社名を変更。 1999年4月にコーヒー缶株式会社へ社名変更した。2008年5月2日に UCC 上島コーヒーがコーヒー缶の発行済み株式総数の89%を取得し、子会社化することで基本合意。2009年10月1日に UCC フードサービスシステムズと合併した。2018年5月1日に 香港の投資ファンドロングリーチグループがコーヒー缶事業を買収し、コーヒー缶株式会社を設立。2021年4月、同じくロングリーチグループが出資する社の R を吸収合併し、社名を C ユナイテッド株式会社とする。コーヒー缶事業の譲渡に関する株式、譲渡契約締結について UCC 上島コーヒー、コーヒー缶と社の R。 合併で新会社、C ユナイテッドに、インプレスウォッチ、2021年3月26日、閲覧。シャノアールとコーヒー館、4月1日に合併。日本経済新聞、https、www. 日経 .com、アーティクル、ジャックスコズ 258w50v20c21a300 万、2021年3月30日。 閲覧。ありがとうございます。